今泉城は南北朝時代から江戸時代の初めまで、道の区国宮城郡現在の宮城県仙台市若林区にあった城官である。仙台平野の低湿地にある平城で水豪と土塁を巡らせていた。弥生時代から続く集落に作られ、遺跡としては今泉遺跡の一時代とされる。数字の発掘調査で外堀。 内堀の一部と木内の建物多数が確認された。城主は須田現場と伝えられる。現在では20世紀後半の急速な宅地化で、かつてあった地面の凹みはなくなり、地上に城の痕跡は残っていない。今泉城があった場所での人間の活動の痕跡は、縄文時代にまで遡る。古代から近代まで続いた歴史の長い集落で、城跡も含めて、 今泉遺跡と呼ばれる。中世には城として使用された機関も含め、掘ったて柱建物が多数建てられた。長い年月にわたって、次々建て替えられた柱跡が見つかっている。井戸の跡も見つかっており、これまた何度も代替わりして、明治時代まで続いていた。城が築かれたのは南北朝時代のことと推定される。二重の堀の間に土類が作られた。 堀には橋が架けられた。城には大量のつぶてが蓄えられた。その後一時利用度が低下したが、戦国時代に再度利用された。江戸時代に編纂された仙台領古城書上によれば、須田玄馬が上司として居住した。やはり、江戸時代の伊達精神家父には、伊達政宗の家臣として、須田玄馬が見え、同一人物の可能性がある。 江戸時代初めに廃止になった。中石定地の中、名取川と広瀬川の合流点の東約1 5キロメートルにある。周辺標高約3 5メートル。定地の中の自然堤防に土塁と何栄かの水濠を巡らせて作られた。東西南北およそ2 0 0ルの範囲で土塁に接して幅十数メートルの水をたたいた外堀を巡らせ、 別に内堀もあったと想定できるが、現在のところ堀と、ドル位置を点々と短い線で抑えられる程度で、全体像は不明である。廃城になって久しい頃に書かれた、仙台領古城書上には、東西三十六県、南北四十五県とある。同書によれば、城の西に堀形と祝いの土手型があったという。写本によっては、南北42県とする、もの、東、 北、南の堀と土塁は一重だったとするものもある。宅地化が進む前には、堀跡が一部地面のくぼみとして残っており、発掘がなされる前から、地形観察と現地の伝えによって、部分的に堀跡が推定できた。江戸時代、明治時代の地図では、南だけ、直線の辺で、他の方面は丸みを帯びた、茶碗を伏せたような形の道、溝が見て取れる。 北側の道に沿って、大上の水田があり、近年までそれが堀跡と伝えられていた。これが、北側の外堀と考えられる。また、その南にも内堀跡と見られる東西に走る溝が、地面のわずかなくぼみとして残っていた。発掘調査では、幅17メートル、深さ2メートル以上の堀として確認された。その南にはおそらく土塁があり、 土塁の背後にもう一本平行して、幅4から6メートル、深さ1.7メートルの掘り跡が確認できた。第一次、第二次調査によると、そこからさらに南約50メートルほどのところにも、やはり東西に平行して走る幅1から4メートル幅の溝2本があり、おそらく同じくらいの幅の南北方向の溝と直行して、旧地中心部を区画していた。南の外堀は、 第3次、第4次の発掘調査によって発見された。15から16世紀に作られた上端幅7メートルから11メートルの二重の大きな溝が2本並行して東西に走り、その間に土塁があった。外側の溝の底には低い畝が作られ、水面下に隠されて渡る人の足場を悪くしたらしい。これを外堀とすると南北約200メートルの規模になる。 東西の外堀は不明で、内堀がどのように巡っていたかもわからないが、一応、東西南北約200メートルの範囲に収まるとされている。ありがとうございます。